皆さんこんにちは。私吉武と申します。今回は、サムライ・ジャパン契約書2枚と OB3、4、5段契約書を引いていきます。おそらくグランドオープン前最後の動画になります。まずはサムライ・ジャパン契約書から引いていきます。今回は石崎さん1点狙いです。私は石崎さんの入団当初からのファンなので、思い出要因で欲しいです。運営さん最近 S ランクの扱い雑すぎやしませんか？わら。それでは引いていきます。石崎さん、カモーン。本当に来た。一点狙い成功は何気に初めてだったりする。ああ、本当に本当に嬉しいですよ。石崎さんのサインもらいにわざわざアップテンプに行ったこともありますしね。まあその時は石崎さん一点狙いではなかったんですけどね。わら、石崎さんは今は抑えてていいですけど、将来は抑え、そして989、ストレートの悔しなどの、まるで球児のようなトラノ以来のグローバーになってほしいですね。少し2軍戦に行った時はコントロールが悪かったんですけど、特殊能力で強豪速球がつきそうなストレート投げてますもんね。将来石崎さんが確定してた時も、写真選考でこの侍、ジャパンの写真にはできますしね。ありがたくいただきましょう。さあ、エージェントエース終えました。ずっと、阪神人生を作ってたんですけど、走塁の特殊能力、つけるために崩しちゃいました。わら。OB3、4、5段、契約書も無事回収完了です。ちなみにオーダーはこんな感じ。阪神人生の出来損ない。わら。もう石崎さんは出てるので、気楽に行きましょう。できればもう1枚、石崎さんが欲しいですね。気を取り直して OB 契約書です。先発と中日枠があれなんで、マサさん狙いです。あとは古田さん、山本浩二さんもいいですね。それではお願いします。ここからは余談ですが、最強決定戦は1845でした。前よりほんの少しだけ上がりましたね。8個だけ上がりました。わら。今回はここまでです。次回はおそらく、グランドオープンの動画になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、Twitter フォローよろしくお願いします。